ベンソン軍はアメリカ合衆国のオセダコタ州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は6660人であり、2000年の6964人から4.4%減少した。軍庁所在地はミニューオーカーン市であり、同軍で人口最大の町は国勢調査指定地域のフォート,トッ特ンである。 サリーズヒル国立野生生物保存区とスピリット湖、インディアン居留地が軍内に入っている。ベンソン軍は1879年に、ダコタ準州議会が創設し、軍名は、当時準州議会議員を務めていた、B.W. ベンソンにちなんで名付けられた。軍政府は1884年6月4日に、初めて組織化され、軍庁所在地その後一貫して、ミニューオーカーン市にある。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1439平方マイルであり、このうち陸地は1381平方マイル、水域は59平方マイルで、水域率は4.08%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。中、ノースダコタ州の法人化された自治体は、その大きさによらず全て地になる。 ありがとうございます。